先カンブリア時代、先カンブリア時代、ンカンブリア時代とは、地球が誕生した約46億年前以降、肉眼で見える大きさで硬い殻を持った生物の化石が初めて産出する5億4、100万年前以前の期間、約40億年を指す地質時代であり、明王代、太古代、現生代の3つに分け、これらの時代区分は、生物の進化史をもとにしている。 サキカンブリア時代に関しては詳しいことがあまりわかっておらず、現在知られていることもほとんどはここ数十年で解明されてきたことである。サキカンブリア大と呼ぶ。稀にサキカンブリア紀、と呼ばれることがあるが、木は類大及び大より小さい時代区分なので、これは正しくない。年代測定の手段が化石の比較による、 相対年代しかなかった時代には、明瞭な化石が出る最古の時代である、カンブリアキ以前は、年代測定の手段がなく、地質時代を区分することができなかった。そのため、先カンブリア時代として一括して扱われた。陰性代という名称は、大型生物などの化石がほとんど見つからないことから、先カンブリア時代終了から現在までの化石が大量に見つかる時代である。 県政大と対称して名付けられた。先カンブリア時代は、類大、大、非、余といった通常の階層的な地質時代区分とは少々性質が異なる。国際創除委員会などによる標準的な時代区分では、先カンブリア時代は、明王大、太古代、県政大の三つの類大からなる。 地球史を構成する四つの類代のうち三つが、サキカンブリア時代に属する子になる。なお四つ目の類代は、古生代、中生代、新生代のすべてが含まれる、県生代である。サキカンブリア時代は、他の地質時代のような、地球史をいくつかに分けた一つというよりは、地球史の大部分であると言える。サキカンブリア時代は、明王代、太古代、 現世代の地球誕生からカンブリア期の始まる5.41億年前までの期間である。地球は四4 6億年前に太陽の周囲を回る軌道にあった天体、すなわちミニ惑星が合体して形成されたとされる。小さなゴミなどが合体して火星ほどの大きさになり、それがさらに十個ほど衝突して現在の地球となった。このうち最後の衝突は、 ジャイアントインパクトと呼ばれ、月ができる原因になったとされる。原始地球の表面は岩石が溶けたマグマの海で覆われ、水は水蒸気、雲として大気中に存在していた。やがて微惑星の衝突が収まり表面温度が下がると地殻が形成され、水蒸気は雨として降り海洋を形成したと考えられている。こうした活動が続いたこともあり、約四十億年前には、 地球のほぼ全体が海で覆われるようになった。現在地球上で見つかっている最古の岩石が約44億400万年前のものであることから、少なくともこの頃までには地殻は形成されていたようである。40億年前から38億年前の期間に、それまで減少傾向だった隕石の衝突が再び急激に増加したことが月のクレーターの調査から明らかになり、 隕石重爆撃機と呼ばれるようになってきたが、なぜ太陽系ができてから6億年も経った時期に隕石の衝突が増えたのか、原因はまだわかっていない。生命がいつ誕生したかについては、諸説あるが、グリーンランドのイスア地方で38億年前の岩石に生命由来のものと思われる炭素の層が見つかっている。35億年前の細菌類の化石が、 南アフリカのオルフェルワクト層のチャートから出土している。西オーストラリアビルバラ地域では、保存状態が良好な34億6 0 0 0 0 0前以前の幻覚生物の化石、ワラウナチャートとエーベックスチャートという岩石から出たものが発見されている。また、同時期の地層からメタン生成の証拠が出ており、メタン菌は有利個細菌の特定、 クレードに集中することから、この時期すでに生物の文化が進んでいた可能性がある。生命が発生したのは早ければ43億年前であるとする研究者もいる。このように、先カンブリア時代を通して原始的生命体が生きていた確実な証拠が見つかっている。およそ27億年前頃までには、藍色細菌が現れた。 藍色細菌が光合成を行う際に不必要なものとして廃棄された物質が酸素であり、これらの生物が光合成を行い続けるにつれて、わずかにではあるが、酸素の濃度は少しずつ上がっていった。酸素は後に他の生命が生息していくための一つのエネルギー源にもなる物質として利用されることになる。系統解析からは太古代の終わりには、 最近と古細菌の多くの門が出揃ったと推定されている。22億年前前後には第3回イベント WN Great Oxygenation イベントが進行した。酸素を必要としない嫌気呼吸する嫌気性細菌と好気性細菌が入れ替わったと推定され、地球生命史における生物の最初の大絶滅と住み分けであったと考えられる。 19億年前になると、カナダスペリオル湖北岸のガンフリント層、主にチャートの地層から多くの微化石が出土するようになる。それらは、球状、繊維状の形態をした細菌類である。新核生物の出現は不確かだが、21億前までには最初の新核生物が現れたと推定されている。ただし、初期の新核生物の系統の多くは残っておらず、 多様化が進んだのは11億年前とする説がある。米国テキサス州とインドでの古い不確かな報告以外では複雑な多細胞生物と考えられる最古の証拠は約6億年前のものである。世界各地の約6億年前から約5億4200万年前にかけての地層から現在のものとは全く違う無脊椎動物の痕跡が見つかっている。 これらはエディアカラ生物群と呼ばれる。先カンブリア時代末期の5億4、400万年前には異なった形態の生物が出現する。これは有核微小動物群と呼ばれるが、詳しいことはほとんどわかっていない。この生物群は、県世代の初め、カンブリア期の極初期に消滅し、入れ替わるようにして多様な生物群が出現した。これは、 バージェス動物群と呼ばれるが、この生物群の爆発的な多様化をカンブリア爆発と呼ぶ。1950年から1980年にかけて、ソ連や北米の古生物学者たちがトモティアン動物賞をカンブリア系規定の堆積物の下から発見した。これらの生物は小さな骨格を持っており、小さな管や塩水の殻からできている。 6億年前の動物賞であり、エディアから動物賞と系統的関係がない。しかし、カンブリア系の化石の生物の多くのものの直接の先祖であるらしい。先カンブリア時代のプレートテクトニクスの様子は曖昧にしかわかっていない。当初は海ばかりでほとんど陸はなかったと考えられている。プレートが他のプレートの下に沈み込む場所で、 作り山運動が始まり、小さな島や日本列島のような古城列島などができ、やがて、それらが拡大、合体して、次第に大きな陸海へと成長していった。約二十七億年前には、マントルの大流が二層大流から一層大流へと変わったことで、プレートが大きくなり、次第に大陸が形成されていった。またこの頃、激しい火山活動により、 大陸が急成長した。約19億年前には、初めての超大陸である、ヌーナ大陸が形成された。これは、現在の北アメリカ大陸ほどの大きさだったとされる。この頃、二度目の大陸急成長が起きた。その後の大陸移動の様子は研究者によって大きく、意見の食い違いがあり、存在した大陸の名前も確定していない。超大陸ヌーナが分裂した後、 10億年前に超大陸ロディニアが形成され、6億年前に分裂したという説や、10億年前に超大陸パノテアが形成され、それが一旦分裂した後、6億年前に超大陸ロディニアが形成されたという説、さらには15億年前頃にも超大陸が形成されたという説もある。7億年前から5億年前頃には、3度目の大陸急成長期があった。 この時代には何度かの表記があった痕跡が認められる。現在分かっている最古の表記は約24億年前から約22億年前の頃のヒューロニアン表記である。また、8億年前から6億年前にかけては2度の表記が訪れ、スターティアン表記、バランガー表記と言われている。最近ではこれらの表記において地球が赤道まで氷河に覆われるスノーボールアース。 全球凍結と呼ばれる状態になった可能性が指摘されている。初期の大気は地球が形成された約46億年頃からすでにあったとされているが、その他の初期の大気についてはほとんどわかっていない。現在、二つのモデルが考えられている。一つは最初に太陽の周りにあった星間ガスから。 水素やヘリウムを主体とする大気ができたが、太陽が初期に明るく輝く時期があり、その時に吹き飛ばされ、その後に隕石に由来する二酸化炭素や水蒸気を主成分とする大気ができたとする説。もう一つは、最初から二酸化炭素や水蒸気を主成分とする大気ができたとする説である。地球上での酸素の存在が確認されたのは、約十五億年前であるが、いずれにしろ、 当時における酸素成分は非常に少なかった。初期の大気は水蒸気がおよそ300気圧、二酸化炭素や一酸化炭素が50気圧から100気圧、窒素が1気圧ほどだったと考えられている。しばらくすると水蒸気が凝縮して海が形成され二酸化炭素が主成分となった。初期の太陽は高度が現在の70%ほどしかなかったが、 大量の二酸化炭素の温室効果のため、現在よりもかなり気温が高かった。地表の気温が摂氏60度を超えていたと考えられる痕跡も残っている。二酸化炭素は海に吸収されたり、炭酸カルシウムとなって沈殿したりして徐々に減少している。27億年前にはシアノバクテリアによる光合成が始まり、酸素が大量に作り出されるようになる。 生じた酸素は主に海水中の鉄温などと化学反応を起こし大量の酸化鉄を沈殿させた。現在使われている鉄鉱石やマンガンなどの大部分はこの時沈殿した酸化物が流気して地上に現れたものを掘り出して生産されている。古い岩石にはこの時に鉄と酸素が結合して沈殿した証拠である島上鉄構想が大量に含まれている。 海水中のイオンをほとんど沈殿させると酸素は大気中へと放出され蓄積していった。こうして現在のように酸素が大気の主成分の一つとなっていった。ただしこの当時の酸素の割合は1%程度に過ぎなかったとする説もある。最近では8億年前から6億年前にかけて全球凍結が起こり、 その終了とともに爆発的に光合成を行う微生物が増殖しため酸素濃度が1%から20%ほどに一気に増えたとする仮説が提出されているカンブリア爆発楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。